整備業界をぶっ壊す整備士重信です。栃木県の片田舎で車屋さんを経営しながら主に自動車整備士の地位向上を目指して日々活動しております。そんなこんなですね、今日はですね雑談になります。完全に雑談をします。全く身になりそうにもないことを話します。それ何かって言うとですね、僕結構こうですね、昔はオタクだったんですよね。で、まあ、オタクの具合にもよるんですけども、度合いにもよるんですけども、何のオタクだったかっていうところなんですよね。僕はですね、物心ついてからはですね、基本的に、声優オタクだったんですよね。声優オタク。アニオタとか、まあ、あるんですよ、ジャニオタとかあるんですけど、僕は声優オタだったんですよ。で、もう最近はもう全然なんだろう、もう当時すごい好きだった声優さんの名前とか、ほとんど忘れてしまっていて、記憶が欠落しているんですよ。まあ、何から始まったかっていうとですね、当時確か中学2、3年ぐらいの頃から、まあ漫画にハマっていまして、漫画とアニメにハマって、でハマり始めて、でそこからですね、多分中学どれぐらいかマガジンかな、当時ジャンプからマガジンを買い始めた頃があったんですよね。でそこで何をやっていたか、当時はですね、赤松健先生っていう方が書いていらっしゃったラブヒナっていう漫画がありましたよね。で、まあ、そのラブヒナっていう漫画、まあ普通に内容をちょっと言うと、浦島啓太郎っていう主人公がですね、東大を目指して、おばさんの経営する温泉旅館で、そこに暮らす女の子たちと、あれやこれやありますよっていう、まあそんなラブコメみたいな感じの漫画だったんですよね。で、その中で、ラブヒナから、漫画からですね、今度アニメに派生していくわけなんですよ。で、アニメに派生した先で、まあ、主人公の、成瀬がなるっていう、女の子、ヒロインですよね。ヒロイン役に、ヒロイン役の声優をしていた、堀江由里さんっていう声優がいらっしゃるんですよね。で、当時、そこになんかすごいハマってしまって、堀江由里さん、通称ホッシャンっていうふうに呼ばれてたんですけど、ホッシャン、ルックスもタイプだったし、何よりも声が好きで、いやー、ハマりました。ドハマりしました。これはですね、当時はもうすごいなんか雷に打たれたような衝撃というか、あー、なんかこんな世界もあるのかっていう感じがしましてね。で、中学校卒業してから、友達と3人で、当時どこだったかな、東京ビッグサイトだったかな、場所を忘れてしまったんですけど、ビッグサイトかなんかで、そのラブヒナの、コンサート、まあ、ライブがあるということで、まあ行きました。なんとか、チケットはですね、手に入れなくって、現場でダフ屋から買いましたね。ダフ屋からチケット買って、見ました。いやー、なんだろう、生のあの空間で、声優の声を聞けるっていうのがこんなに素晴らしいことなのかっていうところで、いやーなんかあの体験をしてからより声優さんが好きになりましたね。っていうのも女性だけではないですね。女性声優だけではなくて、パフィアの竹内純子さんとかいるじゃないですか。ご存知ナルトの主人公ナルト役で、あとはなんだっけ、ハンターハンターゴンフリークス役をやっている竹内純子さんとか、ご存知田中真由美さん、ワンピースルフィ役ですね。ワンピースのルフィ役、パズ、あとはラピュタのパズ役とか、あと誰だっけな、なんか当時結構いろいろいたんですよね。あとは、そう、林原めぐみさん、もうレジェンド中です。今はレジェンドですよ、ほとんどレジェンド。林原めぐみさん好きでしたね。ただ、そう、ライブ行った時も、結局僕目当てだったのが、まあ、ラブヒナに出ていたメンバーっていうのもあったんですけども、基本的にホイリエルイさん、林原めぐみさん、上田裕二さん。上田裕二はさっきの、ラブヒナの、浦島啓太郎役の、声優さんですね。上田裕二さんの声が好きで、見に行ったっていうのを覚えております。
で、もう本当どうしようもない話ですけど、そのライブで歌ってたね、約束っていうキャラクターソングみたいなのがあるんですよ。これが、なんだ、成瀬川なる用のキャラクターソング、キャラソンみたいなのがあって、それが堀江優が歌うのかと思いきや、なぜか、スポット、真っ暗な中でイントロだけ流れ始めて、パッとスポットが出た瞬間に上田裕二が歌い始めるっていう、あのずっこけ。いやー、面白かった。あー、たまらないですね。もう、それが大好きで。まあ、そういうのもすごい好きで、声優にどっぷりハマってったって感じですね。高校に入ってから、まあ、たまたま知り合った、たまたまというか、親父同士が知り合いだった同級生に恵まれてですね、一緒にそこのアニメの世界に引き込んでしまい、一緒にオタ生活を送っていたわけなんですよね。まあ、そっちはアニオタだったかな。友達はアニオタだった気がします。僕は基本的に声優オタなんで、アニメも好きだったんですけども、基本的にアニメで誰が何を演じてるかっていう、そっちが気になっちゃって。で、そこから一時的にゲームに集中していた時期があって、やっぱりゲームにもそういう声優さんっているじゃないですか。日高のり子さんっていうね。タッチなんですよ。タッチ。まあ、昔で言えばタッチの南役で言う日高のり子さん。知ってる人は知っている。パナソニックの ETC の音声案内をしているのは日高のり子さんです。よーく聞いてください。あのパナソニックの音声。ETC カードが導入されましたみたいな感じの声を出してる。あれ日高のり子さんです。タッチの南です。あれ、よく聞いてください。僕それが好きで、わざわざ、会社ですね。会社にストックしてある ETC は全部パナソニック製です。まあ、純粋にそういうのも生きてるのかなと思いつつ、全然共感得られないんですけども、お客さんには。ただ一人そういう友達に関しては、すごい、これ日高のり子がやってたのみたいな、そんなね、お互い話なんてしたりし、お互い話とかね、したりしておりました。で、最近ずっと、なんか遠ざかってて、自分が、結婚したり、子供が生まれたりとかっていう、そういうイベントを得ていく中で、全然そこからもうアニメとかゲームとか全く触れないような生活になってしまったんですね。で、会社、今やってる会社もそうですけども、黒川さんを経営しながらずっと、やっぱそこに触れ合う機会っていうのがどんどん減ってって、減ってきたんですが、最近になって、まあ、ネットフリックスっていう神器に出会いまして、皆さんご存知、ネットフリックス。素晴らしいですね。映画もあればアニメもあるし、オリジナルムービーもあるし。で、そこで、やっぱりアニメをまた見始めたわけなんですよ。そうしたらまたハマってしまって。で、これまた昔から好きだった最近、特に僕が好きな声優さん。マトリックスってわかります？マトリックスのエージェントスミスって言ったじゃないですか。メガネかけた半分ハゲてるおっさん。ごめんなさい。ちょっと、俳優さんの名前全く覚えてないですけど、エージェントスミス役の日本語役バージョンで、大塚芳忠さんっていう人が演じているんですけども、僕その大塚芳忠さん大好きで。いやー、声がね、やっぱり声の渋さというか、なんていうか、もう、独特のキャラクター感っていうのも好きで好きで仕方がない。結構、大塚芳忠さん、いろんなところで声優さんやられておりますね。まあ、大好き、ナルトの、ジライア役ですね。ジライア役もやっておりますし、最近見たやつ、なんだっけな、幼女戦記の、なんか、司祭役、指南役もやってましたよね。ちょっとキャラクター名思い出せないですけど。とか、あと誰だっけなぁ。ちょっとね、名前が思い出せないですね。なんだっけなぁ。全然出てこない。あ、これも使おう中だって聞けば一発でわかるんですけど、キャラクターを覚えていないってどうしようもないですね。まあそんな感じでですね、そういうおた話を続けても何の意味もならない、何の価値もないということで、ただ、最後に何か皆さんお伝えすることが、お伝えできればいいのがあるのかなと思っていたんですが、全く出てこない。もうパナソニックの ETC の音声案内、日高のり子がやってる、タッチの南がやってるよっていうことぐらいしか何も身になるものが言えないので、今回はこれで以上です。ただの趣味を話してみました。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS の方もよろしくお願いいたします。次はなんかもうちょっといいことを話せればいいなと思っております。それではまた会いましょう。バイ。